今回のお話はブログを書く前に先に動画を撮ってます。でどっかに書いたっけなってちょっと探したんですけど見つけられなくて、だからこれ動画撮った後に改めて、投稿しようと思うんですけど、幸せの見つけ方です。で幸せの見つけ方、もうちょいちょいいろんなところに書いてるので、それだと思ってもらえればいいんですけど、私が八王子でよく最近も頻繁にお邪魔してる T さんとか TS さんとかでお話ししてる時に、TS さんのブログでも書かれてたんですけど、私はこう、人とやり取りをする時に、骨組みしかなくて、でそこから光を飛ばしてるっていうふうにイメージされてました。その方はそういうのがイメージとして湧いてくる方なんで、それが信じるとか信じないとかっていう話じゃないんですけど、実はその話を聞いた時に、いやこれ言っていいのかどうか分かんないんだけどねって言っていいから言って、あ、そうそう、それはその前に、いや TS さんなんか見えるって言ってたじゃないですかっていう話をして、で、最初にお邪魔した時に、いろんな話が出たんですけど、でその時にその日じゃなくて他の日に、次の日だか、その次の回の時に聞いたんですけど、聞いたんじゃないな、家に帰ってから次の日だかに LINE とかで聞いたんですけど、なんか見えましたって聞いたんです。そしたら、いやなんかね、その日だったかな、次の日だったかもう忘れてたけど、いやね、骨組みみたいなのが見えんで、何のこう覆いもなくて、でしかもその骨組みの中からT さんにこういろんな話をする中で光を飛ばしてるって言われて、で何なのかよく分かんないんだよねっていうふうに、TS さんには言われて、でその話を聞いた時に、あ、それこれですっていう話だったんで、がもうすぐガテンがいって、何がガテンがいったかっていうと、私は話をする時に余計な話しないんです。なんて言うんだろう、こう相手の機嫌を取るとか、相手の気持ちは考えますけど、言葉を修飾しない、もう必要な言葉しか言わないようにしてます。分からなくなるから、言ってる側も分からなくなるけど、聞いてる方も分からなくなるんです。だからもうそのものズバリ、え、それって大切ですかみたいな感じとか、それが一番重要じゃないですかみたいな感じで、こう余計な言葉を足さないんですね。足さないし、やり取りをする中で自分のこうなんかカッコつけたりとかも基本しない、したって意味がないじゃないですか。その自分が相手とやり取りをするときに、そこでは魂のやり取りが必要です。かっこよく言えば、本心のやり取りですよね。その本心のやり取りをする上で余計なものいらないんです。邪魔になるだけなのでっていうのはさっき言った通り。でそのイメージがそのまんま TS さんから出てきたから、あ、これはその通りですねって言いました。でまさにここがポイントになるんですけど、自分の中にある幸せを感じるために必要なのは、自分の周りにあるものを取っ払うことなんです。だから言ってみれば、好きなの嫌いなのっていう話なんです。楽しいの楽しくないの、あったかくなるの、関心ないの関心あるの、もうそういう次元、白か黒か。なんでそんなことが言えるかっていうと、人間本質的にはもういいか悪いか、いいか悪いか違うな、幸せか幸せじゃないかしかない。これは幸せ、これは幸せじゃない、ただそれだけ。だから幸せの方に意識を向けていけば幸せになるのは当然、ただそれだけっていう、そのただそれだけを明らかにするためには余計なものがいらないんですね。で自分の表にある体裁とかカッコつけとか、見栄とか、そういうものって本心でやり取りしていく、さっき言った魂でやり取りをしていくとどうでもよくなるんです。どうでもよくなって、いやそれ嫌いなんだよとか、いやそれ好きな、なんか気になるんだよねっていうのがもう出てくるんです。勝手に出てこないとおかしいで、普段は出てこれないんです。いろんな恥ずかしいとか、なんでそんな、知らないって変なんだけど、他人に自分の奥深いところみたいなのを見せないといけないのみたいな感じになっちゃうんだけど、こういう本心でのやり取りを
していくと引き出さざるを得ない、違うな、表に出さざるを得なくなるんです。でそこで初めて、ああこれかってなんとなく、実感がない人はもうちょっとそれだけではパンと思い気づけないので、なんとなく、ああこういうこと、確かになんか昔なんかそういう感じあったなっていう、そういう感覚自分をいかにごまかしてきてるかっていうことでもあるんです。だから、うん、自分が分かんなくなる。でも自分って普段なんかいろんなものをこうなんかで追いかけして、あのそうだな、着込んでる感じなんですよね。自分の心の上に、本心の上にいろんなもの着ちゃって、だからまあいろんなブランドも身につけてるもんですよね。だからそれで身を守ってるような感じがするけど、逆にそれで自分は幸せかどうかすら分かんなくなっちゃう。でも人間は本質的に幸せであろうとするんです。なんでかって、生まれた時から小さい頃、まあ小さい子供見てれば楽しそうじゃないですか。それこそ目の前の小さな空間の中で楽しみを見つけて、ただ笑ってる。それが多分人間の本質です。何の知識もなくて、何の経験もなくて、ただ目の前が光り輝いてる。それが小さい子供が見てる世界。それがいつの間にか見えなくなる。でも実際は何も変わってないんです。見えなくしてるだけ。そこに気がつくために必要なのは、自分がいろんなものを着込んじゃってわけわかんなくなってるということ。そしてわけわかんなくなってる状態をわけがわかるような状態にするには、自分の中からその内側にあるものを外に引き出してあげること。それは一人ではやっぱり難しいけど、人は自分のものって、まあ、まあ要はさらけ出せるような感じになってくると、いろんなものがいい形で見えてきます。で嫌なことってどうでもよくなってくるんですね。なんか自分に嫌なものを与えてくるものってもうどうでもよくなってくる。だから関心も向けないし、そこに意識を向け続けることもない。そういう状態にするために、自分がまあこの TS さんとか T さんと話してる時は被り物って話をよくしています。仮面でもいいし被り物でもいいんだけど、そういうものってまあ取っ払おうと思ってもなかなか取っ払うことが難しい部分はあるけれど、意識して自分の中のものを感じようとすることはできます。でそれを感じようとし始めたら、幸せってこういうことなのかなっていうふうに意識が向くようにもなってきます。そうするとなんかなんとなく幸せ感が出てくるんです。でちょっとしたことで、あなんかいいなっていうふうに感じる。それの積み重ねでだんだん自分の上にかぶさってるものが取れてって、身軽になって楽になっていく、そういう世界があります。で誰でもそういう風な感じになっていけるし、そういうもんです。ただそれを自分で縛ってるっていうことを気がつくことができたら、そこからなんていうの、新たな幸せな道というか、なんかいろいろ小難しく考えてたなって、そんなもんじゃないんですけどねっていうことに気がつけるようになってくる、そういう世界があります。ぜひちょっと意識を向けてもらえたらなって思います。